こんにちは、粟田洋介です。今日はこのキャンバスにアクリル絵の具で絵を描いていきます。それからもうすぐ年末ですね。で、年の終わりに私には目標があります。それはたとえ下手でもうまくいかなくても成功しなくてもこの瞬間その瞬間を楽しむということです。何でもそうだと思いますが、初心者のうちはもう早く上達したい、でもなかなかうまくいかないということで、楽しむっていうことも難しいことがあると思います。そして上達してからこそ得られる楽しみっていうのもあると思います。でも初心者の時でも楽しむっていうことはできると思います。うまくできないと言って落ち込んだり心配したり、早く上達したい、イライラしたり焦ったりすることは簡単にできることです。でもそうじゃなくて、例えば絵を描くことだったら、絵を描くことっていうこと自体が楽しいわけですから、なかなかうまくいかなくてもその絵を描いてる瞬間っていうのは楽しいはずなんです。絵を描くことだけじゃなくて、私はその楽しい瞬間にフォーカスしたいんです。100% 満足する絵が描けた時なんてないって言ったら嘘かもしれませんが、毎回何らかの課題を残すんだと思います。その課題をどうするかっていう考えることも楽しいことなんだと思います。そして人はそれ以上に成長していくんだと思います。それでなんかちょっとうまくいかなかったけど今日は楽しかったなっていうのもいいんじゃないかと思うんですね。例えば釣りに行った時に一匹も魚が釣れなかった、過去の私は釣れなかったら楽しくないなぁと思ってたんですけど、今の私はたとえ魚が一匹も釣れなかったとしてもその場所に行ったことが楽しかった、釣りをしたことが楽しかった、みたいな感じで考えるようにしています。絵を描くことも何をすることもそれは同じなんじゃないかと思います。私が幼稚園の時の運動会の話なんですけど、幼稚園で一番速い3人の男の子がいました。で、その3人の接戦っていうのは多分幼稚園のみんなが見たかったんじゃないかと思うんですが、徒競走は4人なので、その3人と走ったらもう1人の子はすごく差をつけられちゃいますよね。で、私がその3人と走ることになったんですが、多分私は幼稚園で一番走るのが遅かったんじゃないかと思います。
で、多分ちょっとこれわかんないんですけど、どうせ私は誰と走っても負けるので、その3人のところに入れられたんじゃないかと思います。で、走ってその3人はきっと接戦で、まあ誰が勝ったんだかどうなったんだか覚えてないんですけど、私は大差をつけられて負けました。でもその時の私はそんなこと気にしなくて、その3人はすごい速くてすごいなって思ってたんです。ただ尊敬してたって感じ。でもどんどん大きくなるにつれて、勝たなきゃならない、勝ちたいっていう気持ちを持たなきゃいけない、持たなきゃいけないと思って、それで大人になって、そうすると勝てば楽しいんだけど、負けるとつまらないんですよね。中には負けず嫌いの方っていうのがいて、それで頑張って競争心を持つことによって成功する人もいると思います。なんか負けて悔しくてそれで頑張るっていうのも素晴らしいと思うんですけど、私の場合はですよ、そのプレーを楽しんで、で負けても勝った相手を尊敬してすごいなーってまた喜ぶ、私みたいなタイプの人間はそういう方が幸せになるんじゃないかと思うんですね。なので私はその幼稚園の時に徒競走でボロ負けして、それでも全然気にしないで、その3人がすごいなーって喜んでた自分に戻りたいなと思ってるんです。昨日の絵の具もすっかり乾いています。昨日は乾かない上からどんどん描いていったので、色が結構混ざっていって描きづらかったんですが、今日は乾いた上から色をのせていこうと思います。絵を描いて、まあ納得いかなかった、満足できなかったところ、そういったことを課題にどんどん成長していくっていうこともあると思うんですが、楽しく描いて、で、うまくいって、満足して、その満足した部分をよりさらに成長させていく、そういう上達の仕方もあります。私は上達のために苦しむよりも、もう絵を描くのが楽しい、そして出来上がりに満足して、その満足したところがどんどん良くなって、そして成長していきたいと思っています。それは絵を描くことだけじゃなくて、全てのことでそうしていきたいなと思っています。絵が完成しました。タイトルは大きさの違う2匹の猫です。私がこの絵の出来栄えに満足したかというと、はい、満足しています。で、絵を描いてる時も楽しかったです。で、もしなんか課題を残したかというと、そんなものは残していません。なんかせっかく人生生きてるんだから、生きてる間の大半の時間を楽しく過ごしたいし、まあ人生楽しいことばかりじゃなくて、苦しい時もあれば悲しい時もある。そしてそういうネガティブな思いっていうのは、何かが起きた時に勝手に湧き出てくると思うんですよね。でもそのどっちでもない時間っていうのが人生にはたくさんあると思うんですね。
その時に今楽しい、幸せなんだ、そういうふうに思うっていうのは結構意識して努力しないと得られないことだと思うんですね。まあ他の方はわからないですが、私の場合はなんか毎日の日常になってしまって、そんなの当たり前だ、そうなってきて幸せとか楽しさとかって感じられなくなっちゃうんです。なので意識して努力して楽しいと思う、楽しいってことに気づく、幸せだってことに気づく、そういう風にしていかないと、せっかく楽しいことやってても楽しくない、苦しい、つまらない、そんな日々になってしまうかもしれません。私は人生の大半は楽しいっていう感情、嬉しいって感情、感謝するっていう感情、そういったものをほとんどの時間に費やしていきたいと思っています。今年も残すところ半月となりましたが、旗から見たら大したことをしてないのかもしれませんが、私自身すごく楽しく充実した1年でした。まだ今年も2週間ちょっと残っています。その2週間ちょっと大事に使っていきたいと思います。ということで今回の動画は以上です。この動画が良かったと思った方はいいねやチャンネル登録、それから動画の感想などもコメントで教えていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。今日はこのキャンバスにアクリル絵の具で絵を描いていきます。それでそれから